ホーム改装前の駅南口駅北口三鷹台駅は東京都三鷹市井の頭一丁目にある京王電鉄井の頭線の駅である井の頭北関区所属駅番号は院15東京都多摩地域最東端の駅である相対式ホーム2面2線の地上駅で京上駅舎を有するコンコースから北口と2面のホームを連絡するエレベーターがある 北口の京城駅舎への階段は、踏切の道路を起こす歩道橋になっている。トイレは一番線ホームの吉祥寺側の端部にあり、ユニバーサルデザインの一環として、誰でもトイレは階段下に併設されている。1980年代に、踏切の井の頭公園駅側にあった、島式一面のプラットホームは、同じ踏切の久我山駅側へ、 相対式のホームとして移設する工事が行われた。2020年度の1日平均乗降人員は15,700人である。近年の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は下記の通り。駅前には商店が並ぶが少し駅を離れると歓声な住宅街が広がる。三鷹市と杉並区の区間付近であり、北口の立教女学院より北側は 杉並区となる。また、同学院の北西側は、武蔵野市となる。地形的には、神田川の谷にあたる部分のため駅より、北側は急な上り坂となり、南側も上り坂になる。三鷹台駅バス停は、南口から100メートルほど南に離れた場所に折り返し場があり、小田急バスが発着する。また、北口から上り坂を10分ほど歩いた場所にある。 立教女学院バス停も利用可能であり、関東バスが発着する。ありがとうございます。